こんにちは、えっちゃんです。こんにちは、トミックです。はい、ということでトミックさん家に遊びに来ました。イエーイ。ですね、今回はトミックさんの方でも動画上がってるんですが、もうちょっとチラッと映ってますね。あら、ねえ、じゃーん、くえ、なんて魚。ヒラマサです。10キロ。10キロよのヒラマサをついさっき、はい、あのね、えっちゃんすごい、市場からここまでさ一人で運んできたもん。持てるわけないやろ。こんなでかい魚をさばくの初めてなので、今日はベテラントミックさんと一緒にこちらさばいていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、で、私はこれぐらいの魚はさばいたことあるんですよ。タイとかのね、ちっちゃいね。できるよ。本当ですか？だってアジじゃん、でっかい。その感覚にならん。まあでも、今日は何としてでもこいつをさばいて食べるっていう目的で来てますんで、頑張ってやっていきたいと思います。それでは、くらえ。まずは、はい、じゃあ鱗を取りましょう。本当はなんかこういうやつは、なんか金たわしとかねやるのがいいんですが、金たわしうちないんで、もう普通の鱗取りで取ります。普通の鱗取りがダメな場合、はい、じゃじゃん、ペットボトルのキャップ、うん、これでもね、鱗取れるのよ。そうなんですか？こういう感じで、だこういうのは鱗取りがないご家庭とかではこう取れるんだけども、効率悪いので、こう100均で売ってる鱗取りがいいでしょうと。こう、そう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 。じゃあもうこれでひたすらこれ地味な絵が続きます。早送り200倍お願いします。鱗取りができました。裏表ね。はい、じゃあ、さばいていきましょうか。いざ、うん、うわ、いきますよ。はい、第一投、お願いします。やるよ。奥、骨あるよ。ここ骨はね、ないんですよ。骨じゃないの、これ。骨じゃない。げえ、怖い。あ、わかる、怖いよね。えっちゃん、変わろう。はい、ということで、ちょっとね、あまりにも私がそこ切れないので変わってもらいました。硬いよね、確かに。硬い。あ、あー、もう一頭のスピードが違う。うっほー、すごいね。うっほー、入ってるね、入ってる、入ってる。うわー、嫌な ASMR だな。いや、でもそれ気持ちいいっていうコメントあるの？ほんと？うん。じゃあちょっと静かにいきますね。いや、好きかもしれない、私。この音好きかもしれないんだけど。悪くないでしょ。悪くないなって思っちゃった。これが内臓って思わなきゃ悪くないかもしれないと思っちゃった。いいねー。いい音だよ。はいはい、食べました。いや、わかんない。本当にわかんないんだよね。え、待って。え、まさか。いや、これ、出んのかな、これ。え、なにこれ。あ、これエラだよ。魚入ってるよ。え、嘘。2匹。うわ、ほら、胃袋から出てきたのかな。なんだろう。え、待って、書いてある。マジか。さっきの綿挟まってた。ここに住んでるまであれも。いや、わかんないな。これイソギンチャクって思ってたかもよ。いや、わかんない。本当にわかんないんだよね、そこに。え、待って。え、まさか。待って、これできる。待って、聞いた。おめでとう。よーっき。もうさすがにやいでしょ。え、いる。え、ちょっと待って、ちょっと待って。いや、わかんない。え、嘘。いや、これ、え、出んのかな、これ。え、嘘でしょ。え、え、はたはた。若干消化され気味かもしれないけど。いや、てか、ま、ちょっと待って、気持ち悪い。キンモいね。いや、やばくない？今こっちから見ててさ、なんかここにひょこって言ってさ、お前いんのかい？なんかさ、なんかいるはわかんないよ。うん、お腹とか頭切って、うん、うわーっていうのわかるけど、うん、ちょっと待ってって口からさ、こうやって出すぎたの初めて見たよ。ほんと？すごいな。え、さすがにもういないでしょ。じゃあエラ切りますよ。これエラ切るために私ね、こうやってたんですから。そうね。さすがにね。おー、いいね、いいね、いいね、いいよ。はい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 。おー、いいね。そのままベリベリっと剥がしちゃいな。はい、おー、来ました、取れま
てるってってって。すごい10キロの内臓体が、はい、待って真ん中の骨が切れない。あー硬いんだよ。こんな感じなんだ。あーもう全然無理だ、絶対その硬さいける気がしない。男の人がそんなになってんだよ。これほらさばきやすくなった。わーすごい、かなりね。ねえほらもうここまで来たらさ、だいぶいける気がする。ほら楽勝でしょ。オッケー、いいよいいよ、いけてます。うん、いいねいいねいいね、じゃんいいじゃん、いいよ、そのまま切って、いいよ、オーケー。トゥトゥルトゥーチャチャチャ。おーすごい、めっちゃ綺麗じゃん。初めてでしょ。うん、初めてにしてはすごい。わあ、わお、これで3枚おろし。ででー、私とトミックさんでさばきました。イエーイ、すごいすごいよこれ。もうじゃあちょっと3枚におろしたので、こっからシャリ作っちゃいましょうか。はい、このお米のグラムの量の10分の1のお寿司酢を、はいはいはい、これ 700g なんで、70g、 70g でちょっとで5秒ぐらいなじませた後に横に切るようにして。横に切る、そう横に切るようにして。ほう、その今日の酢飯はどうでしょうか。炊きたてのご飯使ってるんで、うん、もう完璧でしょう。おちょっと酢飯の方に、なんか 俺が涼しくなってる。これちょっとで1時間ぐらい寝かせるんで、うんうん、はい。そして私はこの魚を食べれるサイズ感にします。そしてトミックさんの手際が良すぎて主婦力が私より高い。いやそんなことないでしょ。作りながらもう片付けていくスタイル。食べるとね、あの包丁とか錆びちゃうからね。あー確かに確かに、うん。ではついにここからおろす時が来たぞ、はい、まずはここで逆さ包丁でこれでここの骨を取って、うん、取るんですよ、まずは。はい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 、あ結構すんなり入るんですね。そうそう、でここの部分がね大トロなんで、わーきれいにしましょう。こんな感じで、はい、じゃあもう一尾の方をお願いします。はい、やってみます。はい、いい感じ、血合いも一緒に取れるね。おお、めっちゃ綺麗に、気持ちいい、気持ちいいですね。最後スッていきましたね。でこっからあのまた包丁入れて、はい、そう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 、ね、めっちゃ綺麗に切れてるやん。ここをこういう感じで切る。そう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 、いいよ。おお、すげえ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 。え、じゃあこいつをスライサーオブスライサー、スライサーオブスライサー、こうアーチ状に切ってあげる。アーチ状に、シャリの上にこうやって乗せるから、うんうん、アーチ状に切った方が、じゃあ最後キュッと入れる感じですか。そうやってみます。怖いけど、そう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 、痛い痛い痛い、待って待って、そういい感じいい感じ、全然いい感じじゃなかったけん。難しいな、ちょっとちょっとわしはもしかしたらさ、わさびを買いに行かなければいけないので、はい、わしはちょっとわさびを買いに行ってくる。はい、はい、その間に努力します。お願いします。うわやばい、こんなのお寿司に使えない、絶対二股に分かれて、なんかもう魚かどうかも分かんないんだけど、びっくりする。アーチ状とかもう無理だわ。あの切ったんですけど、はい、ペッてなっちゃってるやつとか、えってなってるやつとかあります。まあ大丈夫でしょう。いらっしゃい。いいじゃん。あめっちゃいい、めっちゃいい、いや炊きたてのお米であると違うわ、うん、ねえ違うんだ。で軽く握る、でわさびをつけます、はい、のっせます、はい、包み込む、包み込む、すごい。おー、わさびをちょっと取って、そうピッつけて、まあきっとこういうことでしょう。やだなー、なんで、ちょっとまあまあまあこれ完成まで待っててください。完成。イエーイ。そうちょっとね、ぶつ取りの時点でおやって思った方がいると思うんですけど、あれなんか魚増えてねと、あの冷蔵庫にあったやつをね、はい、ちょっと余ったやつをちょっと、いやぜひねちょっと、はい、ご賞味くださいませ。いやちょっと食べたいですね。え、でもまずはヒラマサのお寿司からいきましょう。え、じゃあちょっといただきます。はい、手でね、やっぱそうね、そうね、寿司って感じで。いただきます。いただきます。うん、うん、うまいうまい、
結構食感がこうしっかりしてしっかりしてますね、思いました、うん、じゃあそんな中ちょっとこっちも行ってみます。1週間あの置いてあるマグロなんで、うん、いただきます。どうです？うんまい、うんまい、よかった、うめい、うんふん、めっちゃ美味しい、うまい、あ、ほほわさびくるね。そうそう、ウニある、ウニ、うん、とろっとろ、うまい。最後に何しれっと作ってるんですか。なんと漬けひらまさ、漬けまさ、あ、漬けまさだね。ちょっと食べてみて、はい、 ありがとうございます、うん、はい、おいしい、はい、おいしいです。お土産に持って帰って、うん、その切ったやつにごま油と醤油と、うん、胡椒、うん、砂糖を混ぜて、これはいい、うん、最高、うん、はい、ということで、まあ、この後もね、もぐもぐ食べるんですけど、ぜひこの動画全力で解体して頑張ったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。で、トミックさんのチャンネルの方でもコラボしてますんで、概要欄の方から必ずチェックよろしくお願いします。では皆さんもまたお会いしましょう。バイバイ。すごい、でも確かにうまい、いや、うまい、うまいし、寿司握れたっていう達成感、なんかすごい上手だって。そう、解体して握るとこまでできた達成感がやばい。いや、できてよかったです。